体内川ダム。体内川ダムは、新潟県体内市、二級河川、体内川、水系体内川に建設されたダム。高さ93メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水を目的とする、新潟県営の治水ダムである。体内市を流れる体内川では、1949年、昭和24年により、 中小河川改修事業が着手され、700リッター、片メートル毎秒の洪水に耐えられる堤防が整備された。しかし、1966年、昭和41年7月の水害により、堤防が破られてしまい、これを契機として上流に治水ダムである、体内川ダムの建設が計画された。当初は想定される最大の洪水量、計画降水流量を1300リッター。 片メートル毎秒と見積もり、うち600リッター片メートル毎秒を体内側ダムで洪水調節する計画であった。そんな中、1967年、昭和42年8月、新潟県下越地方から山形県にかけての地域を集中豪雨が襲った。これに橋を発する災害は、植えつ水害と呼ばれ、体内側流域である。体内市、当時、北貫原郡。 中城及び黒川村に大きな被害を及ぼした。河川の氾濫、土石流の発生により、住宅313棟が全壊もしくは半壊、6000棟が床上もしくは床下浸水、死傷者は300人以上を数えた。体内川上流に建設された水力発電所への被害も甚大であった。体内川では、新潟県企業局の体内第一発電所、体内 第二発電所が1962年、昭和37年までに完成し、合計最大1 4 6 0 0ットの電力を発生させていた。右越水害の際には、取水先である体内第一ダムにおける24時間降水量が有に600ミリを超え、下流の体内第二ダムともどもダムから水が荒れ出る異常事態に陥り、発電所が水没してしまった。 上えつ水害の後、体内側の計画降水流量は2100リッター、片メートル毎秒へと大きく引き上げられ、体内側ダム建設工事が着手された。1969年、昭和44年度に調査を終え、同年度より道路整備工事を着工し、さらに1971年、昭和46年にダム本体工事が着工。1976年、 昭和51年度に完成した。新潟県は、同時期に、梶川や、その支流、内の倉川においても、植え水害を景気とする治水事業として、ダムを建設している。特に、梶川の梶川治水ダム、柴田市は、体内側ダムによく似た外観が特徴である。体内側における河川整備事業はその後も、体内側総合開発事業として継続されており、新潟県は、 現在、体内第一ダムの上流に、奥体内ダムを建設中である。奥体内ダムは高さ82メートルの重力式、コンクリートダムとして設計し、体内側の計画降水流量である毎秒2100立方メートルの内奥体内ダムで380リッター、片メートル毎秒を、既存の体内側ダムで490リッター、片メートル毎秒を洪水調節する。 1985年、昭和60年に調査を開始し、2002年、平成14年にダム本体工事を着工、2013年、平成25年度をめどに完成の予定である。奥体内ダムは洪水調節の他に発電を目的とする多目的ダムであり、最大2600キロワットの電力を発生する体内第4発電所がダムに付設される。 日本海東北自動車道、中条インターチェンジから国道7号、中条黒川バイパスを北上。体内側に架か,かる黒川大橋で右折し、新潟県道53号体内に王子公園羽黒線を体内川上流に向かって進む。体内第2ダム、体内第1発電所を過ぎると、体内側ダムに着く。周辺は豪雪地帯であり、積雪により、 車道が通行不能に陥った際もダム管理署員の往来が可能なようにとヘリポートが設置されている。ダム天場は歩道になっており、左岸にはダムを見下ろす展望台がある。ダム直下には風送発電所があり、ダムから放流される水を利用して最大2 0 0 0ットの電力を発生させている。ダム完成当時にはなかった設備であるが、水力発電は九百七十年代の オイルショックを契機にその価値は見直されており、本来地水ダムである体内側ダムにも導入し、体内側ダムを含む体内市内の公共施設運営に必要な電力を賄うことになった。風層発電所の建設工事は1983年、昭和58年に着工し、1985年、昭和60年に完成。運転は体内側の水力発電所と同様、 新潟県企業局に委託し、年間発生電力量1 0 0 0 0ット時の大台を運転開始以来維持し続けている。体内イイガーダムの上流には体内イイ第一ダムがあり、その付近には体内イイガーの源流、飯出山地への登山の拠点として利用されている奥イナ内イヒュッテがある。現在はさらに上流にて、 屋体内ダムの建設工事が着々と進んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。